青戸喜三郎5月5日昭和61年8月13日は日本の実業家。元与那子商工会議所顧問名誉副会頭。元与那子信用金庫会長。元参院放送社長、青戸昇、元与那子信用金庫会長は青戸淳の父。吉太郎の長男。倉吉の学校卒。昭和11年米市信用組合主事、専務理事を経て、 第四大組合長に就任。昭和二十六年から二十八年間にわたって、開祖後の米子信用金庫理事長を務め、参院第一位、中国地方第三位の信用金庫の実績を築いた。右から野坂康久、坂口平兵衛、青時三郎、高松の宮信人信郎、青戸昇、小田治、野坂一郎、伊坂貞吉、野坂寛二この間。 鳥取県信用金庫協会会長、中国地区信用協会会長、全国信用金庫協会理事、米子商工会議所副会長、米子ロータリークラブ会長、三宝大空共の会会長、陸上自衛隊米子中東部隊協力会長などを務め、業界や地方経済社会の発展に尽くした。昭和34年王女法奨、昭和41年君四等随法章を受賞。 昭和61年8月13日死去。ABCDEF、鳥取県人命録726ページ。ABCDEFGHI、新日本人物体幹1958年は49ページ。ありがとうございます。